皆さんこんばんは。こんばんは。リンガーの先のフェアジェぶっちぎりナイト始まりました。はい、プレイヤーヨシボレスアカリです。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日のゲストアカリ選手です。お願いします。お願いします。はい、そしてですね、早速何を、ね、言おうとしたか忘れたあのいつもね、あの始める前に言ってるんですけど、こちらを、使っていきます。こちらはですね、あの空気中をきれいにしてくれてオゾンが出ているというね、画期的な機械になります。こちら使っていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今回もですね、インスタの方でライブさせていただいてますので、よろしければこちらも見てください。私もあかりもやってる。あかりもやってる。そう、あかりと同時進行でやってますので、よろしければどっちかに見に来てください。よろしくお願いします。そう、ちょっと一緒に無理です。わかりますか。そう、なんかあの一緒にね、こうな、あのインスタってなんかライブがね一緒にできるんですけど、なぜかアップグレードする必要がありますって出ちゃって、あのできなくて一緒にはできなかったんですけど。そう、何、わかりません。そう、わからないけどね。はい、ちょっとやって、別々でやっていきたいと思います。よければ両方見れたらお願いします。でもあるわかり、え、あ、あれ、ちょっと一回ごめんなさい、あのこっち始まってるのですごい申し訳ないんですけど、一回ちょっとこちらの設定をさせてください。うん、バイバイ。一回ね、あ、じゃあ、あかり招待招待、はい、チャレンジチャレンジチャレンジ、はい、これでね多分できるのかもしれないです。はい、大丈夫です。大丈夫、これで、できました。ちょっとごめんなさい、これ音が出てるけど、はい、できました。はい、これで早速やっていきたいと思います。大丈夫かな。はい、ちょっとこれあかりが止まってるかな。はい、こんにちは。はい、大丈夫です。大丈夫。はい、それではね、早速やっていこうかなと。ここのちょっとバイバイやった。バイバイできなかった。はい、まあいいでしょうね。早速ね、あのやっていきたいなと思います。前回大会の振り返りをね、していこうかなと思うんですけど、3月7日の組やりの大会、はい、はい、メインイベント、中村花子、春日もやか VS あかり谷もも、それそ初めてももさんタッグ、あ、ももさんと初めてタッグ組んで、それ、すごい、この前 POP、今こもタッグちょっと、こう難しい、こもちょっとこもリバーでも今こもちょっと友達、それちょっと難しい。そう、前にシングルでね、あの対戦してるのに、そうそうそう、ちょっとタッグ組んでるとは難しいなという話ですね。あれ、ちょっとご参加ありがとうございます。終わってしまった。ちょっとこれ、あけあけ、おた、これ枯れて大丈夫かな。はい、はい、待ってください。そう、それちょっとこう難しい、こうリバース、はい、あと、それちょっと難しくて、でもすごいタッグ、一緒に、そう、すごいいいタッグだったと思います。もう一回お願いします。もう一回ね、ぜひね、あのあかり谷もものタッグをぜひね実現したいなと思いますけれども、はい、そして中森さん、キック強い、やっぱりいつもすが、中森さんすごいキックすごい、すごい、びっくりした。そうそうそう、すごいとね、そうそう、話ですけど、はい、春日さんは強かった。春日さん、すごいびっくりした。これなんだっけ、これ名前、クリスト言葉スピン語でも、それやばい、初めてやかりびっくりした。あー、なんかなんていうのかな、そう、これ、あー、いいね、それ初めてびっくりした、うん、技の名前がねちょっと分かんないですけど、うん、うん、そう、それがすごかった。でも中森さんすごい、結構、中森さんが一番すごい。ごめんなさい、脳が出てごめんなさい。そうね、はい、すごい強かったね、そう、あの2人も、うん、いいね、中森さん、春日さん、うん、だすごい、僕は本当にすごいし、うん、強いし、そうそうそう、すごいなと思います。でアセンブル大会はどうだった？はい、それ明かり勝てて、でもそれ、めっちゃ緊張、めっちゃ緊張、めっちゃやばい。やっぱアセンブル緊張した。そう、やばいやばい。それ、うん、いっぱい、先輩レジェンド、うんうんうん、それいっぱいみんな見た、それめっちゃ緊張。そう、そう、それ、ね、バーイ
そういろんな団体集まって北斗さんだったりね、そういっぱい名前さんみんなあかりめっちゃすごかった。でも勝った。ね、勝った。よかった。でも中森さんでもで。中森さん路上でね勝って。でも、はい、私我慢。でもさ、抑えて。よかった。すごかった。ね、私スタッフとして行けなかった。いなかったから、そう生でね見れなかったなって思って残念なんだけど、そう写真で見ました。すごかった。そう。いっぱいね。そう。いっぱい。いっぱいすごい。アセンブル行きたかったってコメント入って行けなかったって、残念。でも前赤猫さん来た、うん、まあ、そうそうそう、あかり VS チアセンブル、うんうんうん、そう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 来てくれたからね、そうそうそう、今回は来れなかったけどって、はい、そんな感じで、はい、もうバタバタの始まり方でしたけど、質問早速大丈夫、行っていい、質問コーナー大丈夫、あ、大丈夫です、頑張ります、頑張って、いっぱいに質問いただきました、本当にありがとうございます。はい、もう早速いきたいと思います。一つ目です、 POP 王座防衛戦戦いたい人いますかと。 POP、 はい、はい、めっちゃそれ考えます、いっぱい考えて、それはるかさん、うん、ディアナ、梅崎はるか選手、そうそうと、そんか、うんうん、これちょっと、うん、はるかさん同じ3月、2019年3月デビュー、私4月、うん、それちょっとこのチャレンジ、ちょっと、うん、同じ年、それちょっとチャレンジと面白い、あ、そうね、そうそうそう、1ヶ月しかデビューの差がないので、あの挑戦 してみたらすごい面白いんじゃないかということです、うん。梅崎はるか選手以外はいる？もっと他の選手、あとで多分、ちょっともう名前ない、みことさん、あ、新藤みこと選手、う、うんうん、すごい、そう、そういっぱい防衛すれば戦えるね、大丈夫、そうそうそう、仮だったら大丈夫だ、大丈夫、頑張ります頑張ってね、でもね、まなみさん、うんうん、仙台ガールズ、まなみさん、はい、決まった、そう、びっくりした、今急に質問から離れましたけどね、決まったから、そうそうそう、後ほどまた紹介はしますけれど、はい、仙台ガールズの、まなみ選手と防衛戦が決定しました、はい、ね、それ、やばい、ね、ちょっと1年前、うん、私仙台ガールズ試合ちょっとベルト、うん、まなみさん、そうだね、そう、それに2月、そう、2月に戦場のベルトにあかりは挑戦をしてますけれど、でも今ちょっと、ね、ちょっと、ね、仕事にね、そうそうそう、負けちゃって、そう、うん、またそれ今2回シングル、2回シングルしてる、頑張ります、頑張ってください、はい、はい、じゃあ2つ目いきたいと思います、はい、日本で一番仲がいいの誰ですかって、はい、迷う、わかるわかる、でも、うん、どうみんなの悲しい、あ、そうねいや、みんなね、うん、先輩ばっかりだし、うん、私は本当は一番日本、うん、鋼さん、鋼さん、うん、鋼ちゃんが一番仲いい、どうも鋼さん分かりません、分かんないけど自分の中でね、うんうん、私多分鋼さんの鋼さんのって言うかもしれない、多分鋼さん分かりますよね、私鋼さん、自分の中では鋼ちゃんと一番仲いいと思ってるけど、鋼ちゃんはどう思ってるか分からないとサプライズそうね、うん、クレアは、クレア一番一緒に、うん、どうしよう、そう、うん、多分いい、あとでちょっとなんだっけ、多分何歳違う、ちょっとそれ難しい、あー、そっか、年が少し離れてるから、そう、ちょっとハーネさんちょっと同じ、でも、うんうん、クレアちょっと、ま、めっちゃ若い、知ったそうそう、いっぱい分かりません、ね、クレア好きとちょっとめっちゃ違う、うん、そう、年が違うすぎるから、前例えば、うん、分かる、前遊ぶ、
遊んで、そうライブは分かりません名前これ、これ魚、魚、うん、これスタートにこれ鋼さんみんな分かる、うん、でもクレア分かりません、えクレアみんなどうしたクレアの分かりませんそれ遊ぶみんなびっくりしたかもめっちゃ若いいっぱい分かりません、うん、でも鋼さんちょっと多分、の若いあ分かるクレアだけ分からなかったのねちょっと、うん、もっと分かるこの人にとなんだろう、そうそう、うん、みんな分かってたのに分からないことがあったと、うん、難しいね。そう難しい私が一番近い鋼ちゃんとね仲いいと思ってる、うん、はい、はい、そういうことだそうです。でもそれリンゴ忘れたリンゴ忘れたそうそうそうダメだなそれは、はい、はい、じゃあもうね行きたいと思います。日本での生活で一番苦労したことはありますか？ね、先方すごい素晴らしい、でも多分難しい、うん、難しいの、この友達バイトそれ簡単、うん、友達とバイトするのは簡単だけど、そうそう、でも、友達のバイトそれ難しい、バイトこも多分相当とも、うん、相当とも違う、うん、のいつもみんな友達バイト、いつもそれ、友達のバイトが、そうそうそう、うん、でも別それ難しい、いつもみんな、忙しい忙しい忙しいって知るのが、そうそうそう、うんうん、それ明かり、例えばチリある友達バイト友達、うん、学校友達、うん、いっぱい違うでも大丈夫、うん、大丈夫だけど、でも日本それ難しい、みんないつも忙しい、あーみんな日本はみんな忙しくしてるから、それが一番苦労してるということですね、うん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 、でも後でいつもすごい日本だよ、だから今すごいなって大丈夫、今多分コロナ難しい、でも、うん、コロナで大変だし難しいけれど、ね、大丈夫だとそう大丈夫って言ってくれてますけど、はい、うん、ね、早速ねもういっぱいいっぱい来てるのに淡々と進んでいくから、はい、じゃあもう5つ目いっていい？はい、はい、焼肉に行ったら何を注文しますか？いっぱい何これ名前これタン、そうそれめっちゃ美味しい、そう、そう私も一番好き、赤い初めて見た、うん、ちょっとかも、あ本当にまだ分かりません、うん、赤いチリ分かりません、でも、うん、もうこれ、あ気持ち悪い、怖い、あ怖い、あでもあかり、いやもういいや、これテスト、おおめっちゃ美味しい、びっくりした見ないで食べたら美味しかった、そうめっちゃ美味しい、びっくりした、そうでも多分この、うん、セット一番高いそれです、あそう一番、ね、高いのが、そう全部リブレ、うん、大丈夫です、うんうんうん、でもそれびっくりした、これ美味しいです、した美味しい、そうめっちゃ美味しい、うんうん、でも私好きじゃないレバー、レバー好きじゃない、レバー好きじゃない、うん、あらおにんにくめっちゃ美味しい、好き、あにんにくにつけてね、あと臭いのも大丈夫カルビ、あハラミとか、あでもめっちゃ美味しい、好き、ホルモン、うんうん、ホルモンも好き、めっちゃ好き、すごい、いやもう焼肉に行ったらもう全部注文してね、そう全部好き大丈夫、ハガネさんにそのあそれ好きじゃない、それ好きじゃない、でも私大丈夫です、うん、そうハガネちゃんはもうお肉あんまり食べないからねそうあれ好きじゃないこれ好きじゃないになるけど、あかり何でも大丈夫、そうみんなそれ人、うん、チリ例えば、うん、はいこれ好きじゃないこれ好きじゃない、みんな話せマニョサもうかのようマニョサ、もう全部好きじゃない、うん、何それ問題ないね私いつも話せハガネさんマニョサ全部好きじゃない好きじゃないそうそうそう、もうねすごい、ハガネちゃんは食わず嫌いかな、うん、そうだね、うん、じゃあ今度一緒に焼肉行こう、お願いします一緒にいっぱい食べに行こうイエーイお願いします、やったそう、いっぱいタンね、そうタン頼んで、そう美味しいから、美味しいですねはい、次行きます、はい、日本で一番好きなアニメは何ですかと、いっぱいあるいっぱいあるのちょっと悲しい、一番でも一番、本当は一番多分ドラゴンボール、ドラゴンボール、うん、うん、でも後であるドロロ、ロ鬼滅の刃、鬼滅、うん、忘れたこれの名前、あそ還元訓言わかりません、あそれ、うん、それ、うん、ネットフリックス、
それめっちゃ好き。あとで私いつも名前やばいでもいっぱい、ね、僕のヒーロー、僕のヒーローすごい覚えてた。そうそうそう、はい、そう、もう一回、そうもう一回だもん。今新しい、今新しいやつがね、うん、そう、いつ、3月27日。 あ、もうすぐもうすぐもうすぐ始まる始まる、やった、それ見たい見たい。そう、私の、私たちがね、あの共通のね好きなアニメがありまして、それがね、僕のヒーローアカデミアっていうアニメなんですけど、すごいね楽しいからね、あの面白い。そう、3月27日土曜日にあの第5期がね始まるんですねスポンサーお願いしますそうねお願いしたいね、本当はい、ね、本当に。あとちびまる子ちゃん、あ、めっちゃ好き、ね、そうそう、私子供同じまる子さん、まる子ちゃん、そう、あ、私同じ、同じ、そうそうそう、すごい。そう、いろんなアニメあるけど、一番好きなのドラゴンボール。ドラゴンボール、うん、すごい。ドラゴンボールは本当、そう、初めて見たアニメ、うん、多分私3歳、3歳でドラゴンボール。わあ、3歳でドラゴンボール、すごい。お母さんにいつも何見たの、悟空の、悟空の、カクン、カクン、でもまあ、お母さん悟空のカクン、カクン、すごいね。そうそう、そんな感じでね、いっぱいねあるけどねはい、もうじゃあラスト、はい、ね、いきます、はい、日本に来た時、はい、夢アリーナまでどうやって来たんですかって。それ、そう、日本語わからないのにどうやって来たの、すごいよって。そう、私すっとチリ、初めて、初めてがもう外、初めて、それ、うん、本当はチリ全部分かりません、ちょっと分かるチリ、あ、チリでももう全部分かってないのに。そう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 、うん、でも、全部テレフォン、テレフォン、うん、電話で、そう、ちゃんじゃゴーグル、それでも日本語めっちゃまあ上がり、ちょっと勉強2年、日本語チリ、すごい、でも本当は7年、そうなんだ本当な、なんでもない、でも、うん、それあかりきっと日本語わかる、ひらがなカタカナ、うん、ちょっとわかる、あかり、あ、多分大丈夫、多分大丈夫かなって、そう、でも聞いて、うん、本当大丈夫じゃない、全部わかりません大丈夫じゃなかったあれ、え、え、え、あれ違ったんですよね、そう、やばい。でも後ですっとテレフォン、例えば、うん、タクシー、これここお願いします、これ全部漢字、ここお願いします、ここて言うのって、そうそうそう、いこれは、あ、こう大きい、これが大きいお金を渡してそれで、そうそう、でも、うん、初めて来た日本を、うん、ボルチョイさん話せ、あかりちょっとおてる、うん、あ、おてる、あ、明日どうよ、お願いします、 あかりちょっとおてる、あとで朝明かりタクシー同様、うん、ホテルに一日いてくださいって、そっから次の日に、道場に来てねと、そうそう、うんうん、それタクシーめっちゃ高、でもタクシーめっちゃ高そう、多分ちょっと1時間多分1時間ぐらい、そうそうそう、すごい。でも、私いやもういいや、わかりません、電車初めて日本、もういいや、うん、大丈夫、一回やかでも私、うん、いつも夢、日本、プレジェ、いつも見た写真、土曜、うん、外、いつもゴーグル、うん、ゴーグル、いつも見た、これ、土曜、外、おお、すごい、外、すごいな。それ分かる、うん、そう、明かり、初めて、土曜、亀あり、タクシー明かり、うわー、すごい、本当、夢でも今来た。すごい、もう、土曜来たら感動しちゃった、ね。そう、あとで、おりちょいさん。お、すごい、すごい。めっちゃ、すごい。西田さん、優しくね。そうそう、すごい。感激を しましたね、うん、はい、すごいね、そこまで、うん、本当にすごい、私もびっくりみんなびっくりした、そう、私もびっくりみんな本当は多分こもあかりチリ嘘、それでも、うん、あかりの本当はみんなこもびっくりしたチリから来たなんて嘘じゃないからねそうそう、だけど本当にチリからちゃんと一人で日本にね、そう、めっちゃめっちゃチャレンジ、本当チャレンジャーだよすごいチャレンジそう、すごいびっくりした、うん、ねえ、すごいよ本当、はい、うん、そんな感じでね、皆さん大丈夫でしょうか、分かってくれたかなはい、そんな感じで OK? はい、はい、ありがとうございました。
そしてですね、質問はまあこんな感じにしたいなと思います。たくさんいただいてありが、送ってくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、そしてですね、今ハマってる好きなものを教えてほしいなって思うんだけど、うん、まあ、うん、食べ物でもアニメでも、うん、なんか好きなものなんかありますか、うん、夢中になってるもの、何好きかも、日本、そう、日本でも、うん、チリでも何でも大丈夫。うん、私めっちゃびっくりしたかも、初めて日本すれ全部めっちゃ綺麗、それがめっちゃ、うん、トイレがもう、うわーめっちゃあチリであるチリ、これやトイレも、うん、でもアメリカやばい、めっちゃアメリカやばい、ノーキレノーキレ、本当はめっちゃ汚いトイレチリチリだ、うん、アイロポールそれめっちゃ綺麗、うんうん、でもアメリカのなの綺麗、本当私めっちゃびっくりしたでも後で、うん、日本全部レストラン家、うん、全部みんなトイレめっちゃそれ綺麗、これびっくりした、すごい、すごいみんなめっちゃ好きするもういろんなもんね、でも本当は全部めっちゃ綺麗、綺麗、それいつも掃除、同じ駅、電車、うん、全部すごい、全部で電車びっくりした子も、うん、話せあと5分5分この駅5分本当は5分、うんうん、それ分で例えばチリ駅、うん、5分でもあ10分あ15分あちょっと遅いでももうもういやいや遅いだよ、でもあなるほど、でも時間、うん、日本めっちゃ本当本当いいから、ちゃんとその時間に来るってことなんで、そう、それめっちゃすごい、めっちゃもうチリは15分も過ぎても全然来ないことがある、そうそう、もういいやだからもういいや、うざいわいわいバイバイって、そうそうそう、それ前私いつも家、うん、バス、多分1時間30分わ、うん、かりません、もいつバスわかりません、もう行ってるかもわかんないからでもすっとわかる、もあ5分、例えば10時半電車ここ、いい、本当ここ、ここにちゃんとあいるからね、素晴らしい、日本本当にそれがすごいと、そうそう、めちゃめちゃ褒めてくれてるけど、そうそうそう、うん、チリとかアメリカはねそんなんじゃないってね、そうそうそう、そうだね、うん、そう日本それ、うん、ノー、みんなアメリカチリそれノーノー、日本すごい、うん、すごい、もう日本がすごすぎるとね、うん、うん、そうね、もう全然違うもんな、うん、そう。びっくりそう、ね、ありがとうございます。カメアリーナトイレ綺麗ってそう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 びっくり、そうそうそう、まあ、カメアリーナはもちろん選手たちがね掃除してくれてますからそうかそうそう、ね、掃除してなかったら皆さん汚いかで綺麗に使えませんよ、ね、ちゃんとね、うん、はい、そんな感じなんですけれど、まあ、あの話がねずれてしまうんですけれど、まあ、もう今日といえば、まあ、ちょっとね話がしんみりしちゃうかもしれないんですけど、あの日本の地震があってから10年が経ったんですけど、はい、チリではまあ大災害とかそういうものはあったりしますか、うんうん、そう、うん、すごい揺れが早い、2010年2010年、2月27日、地震チリ、あかり初めて地震、でもいつも、うん、地震でもちょっとちっちゃい、でも、うんうんうん、いつもチリ、いつもチリはちっちゃい地震が、うん、でもそれあかり初めて地震大きい、大きい地震を、それ8.9、8.9 のマグニチュード、そうそう、うん、すごい大きい、そう、多分1分30秒だもん、うん、2分30秒ぐらいね、それびっくりした、うん、でも、うん、それ津波いっぱいみんな死んどる、やばい、うわー怖いね、でも、うん、それあとでいっぱいみんな日本人、チリ助けて助けて、うん、助けて、それがもうチリめっちゃ嬉しい、日本めっちゃ助けて、そう、でもあとで1年あとでそれ地震大きい日本、うん、それめっちゃみんなチリ人、おーやばい日本な、前めっちゃ助けて今みんなチリ助けて日本、あーすごいね、そうそう、もう助け合いってことだね、そう、でもめっちゃびっくりした、ニュースみんな見た、ビデオライブ、うん、津波全部、うん、みんな全部見た、うん、チリ見たライブ、地震津波日本、うん、みんなやばい、みんなめっちゃ
そうそう。そう、うん、もうチリが、うん、地震がすごい大災害起きた時に日本が助けたから、あの、まあ、東日本大震災があった時にチリの方たちが日本を助けてくれたというね、助け合いがすごいあったということです。すごい怖いね、津波地震怖い、怖い。でもそう、私初めて、うん、地震起き、うん、一緒に住んで、お姉さん、お姉さんの家族でも別途お姉さん、お姉さん、うん、それ3時夜、夜の3時、そうそうそう、うん、それこれがわあ、うん、揺れて揺れて、私話せお姉さん、な何それ、な何な何何名前それな、どうしたどうした、うん、お姉さん地震です、地震危ない怖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 い、それちょっとこの、うん、ドア、うん、ちょっと一緒にこれドアでもこれバーン、あーこれここ後です、こ全部ここ紫、紫みたいな、おーやばい、うん、お母さん好き家、このお皿、お皿、うん、例えばお皿、例えばブラシール、ベル、うん、それ全部バーン、あーもう全部倒れて、やばい、このやばい、危ないね、怖い怖い、うん、本当は怖い、そう怖い、地震が本当にあってね、大変だと、そう、もうすごい、今日もね、もう10年、11年、10年ぐらい経って、もうすごい怖い思いをした経験がすごいあります。うもうね、こんなところになんかすごいしんみりするのもなんかちょっと嫌なんですけれど、うん、でも、はい、地震一番みんなコントロール、うんうん、コントロール、コントロール、うん、もう考えて、いやどこ大丈夫これ、もうすぐ走る、うん、危ないそれ、そうどこがね、そうそうそう、安全かをね、そ う, そう考えて、ちょ、机の下に隠れたりね、そうもうすぐにいる、危ないそれ、そう危ない、そう危ない危ない、そうそうそう、助けて、はい、もうそんな感じでね、はい、もういろいろ被害に遭った方たちにはまあご冥福をお祈りいたします。本当にうん、こんなことがねないようにというわけではないんですけれど、すごい大災害は怖いなというのをまた実感した年になりましたなりました、おかしいな、はい、なりました、はい、そんな感じでね、曲のコーナーに、はいはい、もうしんみりとしちゃうのも嫌なので、行きたいと思います。今回あかりの選曲してくれましたギルガメッシュさんのブレイクダウン、そうね、ぜひね聞いていただきたいと思います。早速どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。すいません、バッタバタですね。いかがだったでしょうか。あかり選曲、ズルンガメッシュさんのブレイクダウンでした。すごいかっこいい曲でした。はい、ありがとうございます。はい、今ね、あのインスタライブの方やってたんですけど、すっごいあの音がね、すごい漏れててね。そう、ちょっと俺ごめんなさい。あっちに携帯があるっていう。でも、あそこ大丈夫。あそこ大丈夫だね。うん、はい、ただいまですね、あのさっきのぶっちぎりナイトというね、あのなんていうのこれ、ハッシュタグを見つけましてじゃない、もうあのスタッフさんがですね、あの投稿を拾ってくれました。お二人はヒロアカ好きなんだねって。ヒロアカ大好き。ああ、ね、さあヒロアカデミア、キャラクター誰好き、いつも名前忘れた。でも彼髪ちょっとシルバー、シルバー、庄司、庄司名称、あのここら辺、そう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 、わかるわかる、庄司メゾっていうキャラクターかな、すごい、一番好き、そうそう、よし、トドロキ、庄司、かっこいいからね、そう、ヒロアカ大好きです、はい、あと、あかりさん可愛いって、ありがとうございます、可愛いね、可愛い、はい、もうそんな感じでですね、はい。もうそれではね、早速次回大会にの告知に行きたいと思います。次回大会3月13日と3月14日、カメアリーナ大会があります。でまずはね、13日の方を、紹介していきます。こちら土曜日、第23回特別カメアリーナマッチ15時開始です。こちら第1試合が知力体力時の運春のカメリーグドリームブロックシングルマッチ、あかり VS 大空知恵。はい、第2試合スリーウェイマッチ、和樹 VS ライディー鋼 VS 誠。第3試合メインイベント春のカメリーグレインボーブロック、レオン VS 中森花子。はい、こちらの試合から早速ね、告知大丈夫か、あかりが告知にね行きたいと思うんですけれども、行きたいと思いますけれども、あかりは第1試合春のカメリーグドリームブロック、ちーちゃんとシングルマッチ、久しぶり、そう、ちーちゃんのシングルマッチ久しぶりだけど、何最後、多分最後9月、あでも最後アッセンブル前、うんうん、アセンブルでそうシングルマッチやってて、そうでも今そうなんだっけ、そう難しい、そうでも今ちょっと怖い、大丈夫大丈夫、でもそうそう、ちめっちゃやりたい POP、 あーそう、 POP のベルトをちーちゃんとねやりたいなと、そうそうでもまだねちょっとねノーみたいなね感じで、それがもう戦い、それ面白い、うん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 、そう、どんなルールに、ね、なるか、じゃんけん、そう、どうしよう、どうしよう、私わかる、でもチームわかりますか、チームわかんないねそれ、うー、怖い、怖い、はい、そう、前、怖い、なん、それ難しい、前、鋼さん、チールール、あかり、私セコンドでも、わかりません、ね、クイズ、そう、難しい、わかりません、鬼滅クイズ、わかんない、わかんない、難しい、難しい、怖い、そう、頑張ります、そう、もうね、頑張ってもらって、もうね、どんなルールになるか当日発表、じゃんけんで決まるから、そう、そうなんともね、それちょっと怖い、そう怖い、そうね、でももうね、いろいろ試合が、もう13日はスリーウェイマッチ、もうウォンテッド対誠みたいなね、そうすごいね、この試合も。すごい、うん、そう、どうなるかはちょっとわからない大会になります。そして14日の方ですね、はい、画像が、ありがとうございます。14日の日曜日の方はですね、第24回特別カメラリーナマッチ、こちら16時開始ですのでお間違いなくお願いいたします。こちら第1試合がタッグマッチで、レオン春日萌香 VS 大空知恵松井美沙。そして第2試合、知力体力時の運春のカメリーグドリームブロック、ライディー鋼 VS あかり。おで第3試合がメインイベントで、知力体力時の運春のカメリーグレインボーブロック中森花子 VS 和樹。はい、ということでですね、
こちらは第二試合鋼さんリーグ戦どうする？すごい試合難しそう。シングル鋼さんも久しぶり。そうそうだね、久しぶりです。多分4月8月2019年、うん、2020年そう、ごめんなさい、去年、そう1年前。そうどう、何ルール、それ怖い、ルール難しいな、ルール、ね、エストレスそうね、そう、マヒストラルオンリーかもしれない。それ、ハーネさん話しやりたい、でもそうやりたいって、でも私もあるわかりません、頑張ります。どんなねルールになるかね、わかんないからさあ、でも、うん、私とあるルール違う、でもマヒストラル面白い、そうマヒストラルはね面白いからね、そうですね、それではい、もうね頑張って、はい、もうどんなルールに、ね、なるかわかんないけどね、頑張っていただきたい。あるチャンス勝ててマヒストラル、そう勝ったから、そうそうね、もうそんな感じで、もう全部もう2日連続カメアリーナの大会がありますが、お時間が、違うのでお間違いないようにお願いいたします。はい、もう一つ、スタッフさん画像を出せたりします、もう一つのおやつですね。はい、それですね、ありがとうございます。こちらがですね現在の、リーグ戦の、なんて言ったらいいんです、点数になるんですけれど、すいません、私の手書き感満載ですね、申し訳ないですね、急かわいいすっごい手書き感満載なんですけど、こちらですね、まあ、前回というか、まあ、大会の時に言ってるので、まあ、なんとなくは皆さん分かってるかなと思うんですけれど、こちらの春のカメリーグはですね、勝てば2点、引き分けになると、そのじゃんけんで勝ってルールが採用された選手に1点が入るというルールになります。なのでですね、レオンさんと和樹選手が前にですね、3月7日の大会でですね、時間切れの引き分けとなりまして、和樹さんのルールが採用されたため1点が和樹さんに入っております。でレオンさんが0点ということで、そしてドリームブロックの方はですね、ライディー鋼対大空知恵の試合を、3月7日にやりまして、こちらは、鋼選手が勝ったため2点が入っております。まあ、まだね13日と14日の大会がまだ残っておりますので、まあ、どうなるかは今後分かりませんけれど、こんな感じで今経過しております、途中経過です。はい、画像ありがとうございました。でも私焼肉食べたい。そう、焼肉食べたいね。あ、食べたい、すごいな。中森さん話せてきた。そう、もう、あ、焼肉でも私勝てた、私勝ったなって言ってたから、食べたい。そう、もう願い事焼肉ね、そうプレゼントしてもらうっていう、うんね、もう優勝できなくても行こう。優勝できなくてもね、食べに行きましょう。ありがとうございます。はい、そう、美味しいやつ、そう、タン食べに行きますよ。はい、ね、そんな感じで、そしてですね、まあ、さっき言い忘れてたんですけど、14日のクレア選手エキシビジョンマッチのですね、対戦相手が米山香織選手。すごい。そう、決定したんですね。そう、私も先ほど知りました。はい。すごい。すごい。びっくりね。いいね。そう、米山選手と3分間のエキシビジョンマッチはすごい貴重な。ね、そう、すごい。すごいから、ぜひね、見に来ていただきたいと。クレア頑張って。すごい。今、細々な声やってた。面白いね。はい。そんな感じでね。はい、そしてですね、先ほども言いました3月20日の板橋グリーンホール大会、こちら1時からですね、決定カードを発表させていただきます。こちら先ほども言った通り、 POP 選手権試合、王者あかり VS 挑戦者仙台ガールズ女子プロレスリングのまなみ選手を決定しております。そしてレオン21周年記念試合シングルマッチ、レオン VS 米山香織、すごいね、シングルマッチで、はい、こちらも、2試合決定しております。はい、もうね、いっぱい試合あるけど、このまなみさんの試合、意気込み、うん、そう、めっちゃある、やばい、めっちゃすごいね、そう、やばい、
でも私、うん、いつも板橋にホールめっちゃ緊張。板橋の時そうそう緊張してる？そう、うん、もう板橋、デビュー、今あー板橋でデビューしてピヨピヨやっていつもめっちゃ緊張。そう緊張して。そうそう、でも大丈夫、頑張ります。そう負けない、もうね勝てる勝てる。そう明るそう、板橋に思い出がいっぱい。そういっぱい板橋、板橋みたい。そうデビュー戦をねやってて、本当デビューボールチョイさん、そうチョイさんとそうだよ、デビューしてる、デビュー戦してるし、 BOP のベルトを取ったのが板橋だし、すごいね、いっぱい、うん、そうそうそうあるけど、ね、大丈夫ね、大丈夫です大丈夫です、頑張ってください。そうですね、あお父さん焼肉仲間に入れてってそういいよって行きましょうって、で逆に奢ってもらえますね、じゃあプレゼントしてもらえますかねそうね、はい、そんな感じですね。でそしていつも毎回言ってますけど、ごめんなさい、うん、これを言いたいと思います。はい、こちらですね、番組応援の会というものがありまして、こちら会員を募集しております。毎回毎回言っておりますが、こちら特典がついておりまして、生放送の見学ができたり、応援する番組 MC とのイベントができたり、生放送中のテレビ電話の出演ができたりとかね、さまざまな特典がありますので、よろしければですね、まあちょっと一人にある方が、ファンの方が入ってくれました。はい、いつもありがとうございます。はい、なのでもっともっと募集をしておりますので、よろしくお願いいたします。あ、あかり試合前ルーティーン、あかり、例えばプロテイン飲む、はい、あとかあと運動ストレッチ、はい、うん、あるそれ前試合、うん、試合前、そう、ありますか、というね、いつも、私が毎試合怖い子も仲いっぱい、うん、ちょっとこうもご飯ちょっとそれいらないです、ご飯とか食べれない、プロテインダウン、お茶は大丈夫です、お茶は大丈夫、プロテインはダメ、そうでもこうもう怖いお腹いっぱい、お腹いっぱいになって、そうそう、ま、前緊張でね、元前試合、おにぎり、おにぎり、それ、うん、なんだっけ、それ朝草、朝草ワンテとバーサースポーツチーム、そう、それこもおにぎりごもみんな外おにぎり、あーそれやばい怖い、それ本当怖い子も、おにぎりおにぎり、あとで試合それ怖い子も、あー怖い、本当怖い、やばいやばい、そうね、これちょっとあ、あんまりいないね、あんまりのいらない、そう、ストレッチしたり、そうちょっとストレッチ、でもいつも、例えば試合日曜 日、うん、私土曜日練習トレーニング、うん、いつもトレーニングでも、日曜日な何でもないちょっと、うんうん、体そうそうそうまあちょっと緊張してるからね、なるほど、だそうですOK だそうですよすごいね、スタッフさんからの質問もね、日本語めっちゃ頑張る、ごめんなさい、そう、いえ、大丈夫ですね、日本語上手ですよね、皆さんね、すごい、ね、上手ですごいなって思います、本当に私もスペイン語覚えます、ちょっと頑張ってスペイン語教えてはいそうね、本当に大変だけど、はい、そんな感じで、なんか質問あればもっと言っていいですからねなんかあればすごい考えてくれるけど、簡単な感じの質問を、そう、めちゃくちゃ面白い、はい、ね、いっぱい質問本当にいただいて本当にありがとうございます。それでさっき話の、そうです、あの続きみたいな感じになりますけど、あかりちゃんと日本語大丈夫、わかるよ、だって、あ、ほんとありがとうございます好きな日本語あるかあるかなって、あ、例えば、うん、例えば、例えば、好きな日本語、ありがとうとか、あ、言葉、そう、言葉、日本語、言葉なんか、あー、あるでもいつも、あ、そ、いつも難しい難しいね、でも、私好き、言葉が初めて分かる、ゴールデンボンバー、ゴールデンボンバーさん、それ、例えば、めっちゃ好き、それ言葉、例えば、
ワンピース見てる？見てないです。アニメ大好きな人がワンピースは見てなかった。すいません。ねえ、もうすごいね、いっぱい置いてはい、もうね、いろんなね言葉、ゴールデンボンバーね、はい、もうそんな感じでいっぱいありますけれど、で話の、ごめんなさい、ちょっと話に戻りたいと思います。で先ほど言いました応援の会のことなんですけれど、もう簡単にもう一回言いますけれど、こちら応援の会入りたいよっていう方はぜひね、こちらの、こちらの、わかるかな、見えるかな、アズーパンアットマークアズーリコムですね、こちらにメールを送っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、見えるかな、はい、見えますかね、はい、こんな感じです。はい、もう会費がね1万円になるんですけど、1年有効なのでよろしければお願いいたします。はい、それではね、最後にあかり、今日感想、楽しかったっていう感想、今そう、どう、今多分あかりもっと話す、もっと前最後12月のクリスマス、そうクリスマス、どう、どう逆にすごいいっぱい話せた。あ、よかった、そうよかった、楽しかった。そう、あとでもう一回もっと頑張ります日本語。そうね、もっとあのね、お話もっとできたらいいなって思ってます。はい、うん、でも楽しい、楽しい、よかった。そう、緊張してたの、そう、早い時間、そう、うん、ね、そうだよ、よかった。本当緊張してて、そうそうそう、そう、もう、うん、あ、あかりわかりません、でも大丈夫、そう、あかりが大丈夫って言ってくれるから大丈夫って信じます。、うん、はい、そう、あかりめっちゃグラシアス。ありがとうございます。グラシアス、すごい、めっちゃグラシアス、めっちゃめっちゃだ。それスペイン語多分ムチャスグラシアス、ムチャスグラシアス、あー、このめっちゃ、ムチョ、ムチョ、ムチョおもちゃす、おー、すごいスペイン語講座ね。すごい、めちゃめちゃいい、めちゃグラシアス、アミゴ、アミゴ友達、アミゴ友達ね、そう、そう、簡単なものからね、どんどんね、はい、覚えていきたいと思います。はい。はい、そうですね、はい、じゃあ今度ゲスト来た時はスペイン語講座、はい、日本語講座、はい、そう、はい、やろうか。頑張ろう、ね、そう、頑張ろう、アミゴって。そうね、簡単なね、ところから皆さんもね、できるようにね、行きたいと思います。そしてですね、来週の3月18日のゲストはですね、クリア選手に来ていただきます。ありがとうございます。あ、どうもこんにちは。はい、まあ、クリアちゃんはね、おしゃべりガールですごい有名ね、しゃべる、いっぱいしゃべるから、うん、まあ、質問がね、ある方はすごい多分いっぱい送ってきてくれる、でも全然大丈夫、全然大丈夫です。そう、全然大丈夫だと思う、全部多分答えてくれるんじゃないかなって。いつもライブめっちゃ長い、ね、そう、そうそう、明るい部屋、部屋これこのご飯にくれる、すごい、すごい、もう一人で本当にしゃべってられるな、あの人は。でも、でもクリア初めてこれでめっちゃ違う、うん、今、めっちゃこう大丈夫、でも初めてめっちゃ違う、うん、あ、もう初めての時はもう、そうそうそう、この人ダメダメ、でもいい、大丈夫、もう大丈夫ね、はい、うん、ぜひね、なんか、はい、あ、今度の試合でさきちゃんがスペイン語であかりを紹介、あ、すごい、すごいルール、すごいルール、おしゃべりがあるね、そう、あ、じゃあスペイン語であかりを紹介をちょっとしてみます今度、うん、はい、はい。ね、おしゃべりガールの、まあね、クレアちゃんに来ていただきますので、皆さん質問がある方はぜひぜひ、こちらにね、送ってきていただけたらいいなと思います。それではもう早速、時間が早いことに、もう早いことに50分になってしまいました。はい、はい、それではですね、また来週も野獣ぶちぎりナイトで盛り上がりたいと思います。本日は ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、バイバイ、ありがとうございます。